回でございます。今日は2020年12月19日の土曜日でございます。お送りしているのは、12月の6日にリリースいたしました、ケイクマガワのニューアルバム、プライベートカーセックスから、ベテルギウスをお届けしております。まずはね、このプライベートカーセックス、12月の6日にリリースいたしまして、先日から通信販売を開始いたしまして、たくさんのご利用、お問い合わせいただきまして、本当にありがとうございます。本当に命がつな、がっております。ありがとうございます。あざす。プライベートカーセックスについては、このタイトルがね、そもそも論なんですけど、そもそもカーセックスってプライベートなものなんだけれどっていう話が、ございまして、プライベートってつけなくちゃいけないのかっていうね、プライベートじゃないカーセックスっていうになってくると、だいぶいろいろ問題がまたね、そもそも問題があるタイトルだけども、これはね、察しのいい方はご察しの通り、ミュージシャンの山口富士夫さんがプライベートカセットっていうね、EP を出しておられて、でこれがすごく好きで、これタイトルもいいなって思ってて、本当はね、いつか、まあ俺カセットテープじゃないから、プライベート CDR っていうのを作ろうかなとかって思ってたんですけど、まあね、CDR ってちょっとこう、ね、かっこつかないですよね。で、プライベートカーセックスになりました。で、これね、プライベートっていう言葉が、このところ、個人的にね、考えるところが多くて、プライベートなもの、で、はたまたソーシャルなもの。これね、前回もちょっとお話ししたんですけども、ソーシャルネットワーク。SNS の使い方みたいな話をね、少しさせていただいたんですけども、そのソーシャルで話してプライベートなもの、公共のもの、社会的なもの、そして私的なもの、このプライベートっていうものが、変質、変容していると、この、まあ、コロナ以降の世界でようなことを感覚として思っておりまして、で結局ね、そのもともとね、カーセックス、車って外に行くときに使うじゃないですか、ね、移動するために使うじゃないですか、ね、車に住んでる人以外は。そうするとね、社会の中に侵入していくものなんだけど、車の中ってすごくプライベートな趣が強いじゃないですか。これがね、なんかこの今のご時世の中で、ネットやら、コミュニケーションやらの問題を見ていると、なんかね、で特にそのね、自分が音楽ライブをやりに街へ出ていくと、
でそこで箱に入って「あございますよろしくお願いします」ってビシッとライブやるんだって、あの時にね、俺はねライブの場をプライベートなものだと思ってるんですよ。プライベートなものによりなったなって思ってるんですよ。でそんなもんね、人を呼んでお店営業してて公共に決まってるじゃないかっていうお叱りの声はもうもっともでございます、だから俺が間違ってんだけど、俺はやっぱりそのアートや音楽でどこまで広がってもプライベートなものだと信じていたいっていうことにかけたいと、いうところに思い至りました。すいませんってことです。よろしくお願いします。プライベートで行きたい。プライベートなカーセックスを皆さん楽しみましょう。どうも、ケイクマガでございます。本当はね、なんかこう、ぐだぐだもっと喋った方がいいというのは分かってるんですけど、まあ最初なんでね、まだ2回目ですから、だんだんそのあたりはね、ひどくなっていくと思います。よろしくお願いします。今日も飲みながら、やってます。今ね、週末の休みを堪能しているところです。このラジオが思いのほか楽しみでございます。はい。年明けからは、2021年はですね、ライブ、今決まってる分だと、1月がまず1月の10日、日曜日ですね。これは、福岡市六本松の、シックスパインズサンドイッチです。ベフ橋のたもとにある、ね、ホットドッグが美味しい、サンドイッチって言わなきゃいけないのかな、お店なんですけどね。昔ね、ここのマスターは六本松でスローダンサーっていうバーをされてて、でもそこは俺根城にしてるっていうぐらい飲みに行ってたんで、でね、ケイクマーガワが2011年に始める時にも一番最初のライブはスローダンサーでした。そこのマスターはね、今ベフ橋のたもとでシックスパインズっていうお店をやっております。そこでライブを、1月10日に日曜日、お昼ですね、15時半オープン、16時スタート、なっております。これがね、古い付き合いのミュージシャンでタカっていう男がいまして、で彼は今は、ガーデナーズ、で、あとタカ&トット、こういうようなユニットをやっている。普段はそのジェンベっていうね、アフリカンパーカッションを叩いているんですけど、彼が、一人で歌ってみたいって思い立ったらしく、で今猛練習しておるらしいです。でその初お披露目のライブをね、年明け1月10日にシックスパインズで行うと、でぜひ一緒に出てくんないかっていうことで、快諾いたしまして、この日は、俺ケイクマガワと、それからタカの奥様、トットさん、それから、タカ、この3社でライブを、イベントをね、行います。1500円ワンドリンクなっております。15時半オープン、はい、なっております。よろしくお願いします。で次、2月は2月14日日曜日、これは八幡のデルソルカフェですね。ミュージシャンの高橋プランクトンプレゼンツということになってるみたいです。矢印たちというイベントタイトルで音楽イベント行われます。これに出演いたします。なんかね、そうそうたるメンツを集めてきましたよって彼が、プランクトンがね、言ってたんで楽しみにしてます。ダーオカさん、それから笠神さん、ミカカさん、そして高橋プランクトン、あとヨリさん、ヨリさんとプランクトンしかおそらく面識がないですね。楽しみにしております。矢印たち、2月の年明け2月の14日日曜日、こちらは18時半オープン、19時スタート、投げ先生になっております。よろしくお願いします。こんな感じで、10分ぐらいです。ありがとうございます。最後になんか一つかけましょう。
何にするか、ルルという曲を、最後に聴きながらですね、それではまた来週、来週からはちょっともう少しリラックスしてね、いつものベロベロのゲイ熊川をお届けできると思ってます。はい、あざす、ゲイ熊川でした。空っぽだった苦しみや眠る前の血の乾きへ、今日ももうちょっとで半分ずつ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